さんこんにちは、こふわです。ずいぶん久しぶりの動画になってしまいましたが、2024年初めての動画ですが、今年もどうぞよろしくお願いします。はい、前の動画からおそらく1ヶ月ぐらい時が経ってしまいました。はい、結構年末年始すごく大変だったので、そのお話もね、大変だったんだよっていうことをちょっとね、ただ喋りたいから聞いてほしいんですが、まずね、新年一発目の動画ということで、とりあえず2024年の編み物の目標を私なりに考えたので、それをお話ししようかなと思ってます。今日はね、編みかけの、ちょっともう何が何だか分かんないんだけど、この編みかけのね、だるまパターンブック8のセーラーカラープルオーバーの袖、あとこっちだけなんですよね、袖を編みながらお話ししようと思います。お時間がある方はどうぞお付き合いください。まずは2024年の抱負は編み物目標ということで、まず一つ目はウェアを5着以上完成させたいというのが一つ目の目標です。2023年は、去年ね、は初めてお洋服を完成させることができたというね、私の編み物史上では初の偉業を成した年だったんですけれども、でもね、去年は実際雨とお洋服は娘のカーディガンと私のカーディガンの2着だったんですね。まあそれはそれで自分の中での無理しないペースで編めて楽しめたんだけど、やっぱりね、私編むのが遅いんですよ。本当に亀のねスピードで、まあ編み方が遅いっていうのもあるんだけどね、時間の作り方がちょっと下手すぎて、まあ、お子さんがねいらっしゃる方っていうのは分かってくれると思うんだけど、お仕事を、私パートだけど仕事をしてて、そうするとね、朝家事して子供を送迎したら仕事をして、で迎えに行って夕方帰ってきてまた家事をするっていうのが毎日の流れなんだけど、だから、まあ、実際ね、編み物をする時間っていうのは会社のお昼休みか貴重な自分の平日休みがあった時か、子供が寝た後または起きる前なんだけど、そのね、子供が寝た後のね編み物をしようと思っても、子供を寝かしつけたら自分も一緒に寝ちゃうのね。特に冬はさ、やっぱあったかいのよ、お布団の中が。で、暗いところでさ、まあ、こっちもさ静かにね、スマホとか触るとさ、娘も何何とか言って見てくるから、スマホもちょっとさ我慢してさ、目をさ閉じてると、まあ、気づくとさ夜中とかになってるわけですよ。で、そっからね、嫌だなと思いながらお風呂入ってってやってると、もう寝るしかなくなる時間なんですよね、1時とか2時とかねそうだからね、まずはね、その生活を改めるところからねっていうふうには思ってるんだけどね。で、まあ一応ね、お洋服を5着、まあこれはね、私の服でもいいし娘の服でもいいんだけど、人間が着れるサイズの服を、5着編みたいなと思ってて、目標を立てればそれに向かって頑張れるかなと思って、5着編みたいなと思ってます。で、今編んでるね、このセーラーカラープルオーバー、ずっとね、11月じゃない、12月か。12月ぐらいから編んでるんだけど、
ちょっとこれもカウントしていいかな。もうすでにちょっと自分に甘いところが出ちゃってんだけど、うん、それもねカウントしたいな、していいかな、します。はい、そんなのがまず一つ目ね、一つ目の目標です。で、二つ目は靴下編みを習得したい。うん、でね、なんかね、靴下編みね、針まで買ったのに、糸まで買ったのに、まだやってないんですよ。そう、それでね、まあ、どうかな。ちょっとまた話がそれるんだけど、夏のね、編み物をどうしようと思ってて、夏ってさ、まあ、かぎ針メインでサマーウェアを編んだりとか、あとサマーニットをね、棒針でも編んだりとかする方が多いのかなと思うんだけど、なんとなくね、かぎ針で私ウェアを編んでる自分をね想像できなくて、というかね、多分ね、根気がないからね、無理なんですよ。で、あとはまあ単純にそれ私着るかなと思うとね、着ない可能性もあるなと思って、そのかぎ針のウェアを、まあ、運命的なすごい自分の好みのデザインと出会えればまたちょっと話は変わってくると思うんですけど、どうしてもなんか小物ばっかりになっちゃうんですね、夏は。だからまあ夏もね、でもウールの入ったものを編んでもいいかななんてちょっと思ってて、かといってでも、もうコモコのモヘアのセーターとか編んでもいいんだろうけど、ちょっと暑いかなと思ってね、7月とか8月とかは。だからその期間とかはに靴下を編めたらというか練習できたらいいなと思っております。はい、あ、間違えたよ、ちょっと待ってね、戻るちょっと待ってね、戻るよし、はい、無事戻ってこれたけど、ちょっと目を落としたので、それで、靴下のね、ソックヤンは結構もう買ってまして、実はちょっと紹介しきれてないんだけど、オパール の、 あの単色のやつを前、年始かなに買ったのと、あとダルマのね、スーパーウォッシュメリノとか、スーパーウォッシュスパニッシュメリノもうちにありまして、なんでね、ちょっとお宝みたいになってるんですよ。モンディブも買ったしね、小さい声で言うと。そう、だからそれを、その辺の子たちをね、こう、前具合にね、早く使ってあげたいなっていうのもあって、ちょっと靴下をね、練習していきたいなと思ってます。はい。で、三つ目が、文章パターン。で、編み物を完成させたい、作品を完成させたいと思ってます。文章パターンだったら、まあ、英文パターンとかもねあるんだけど、まあ英文日本語文関係なく、編み図ではなくて文章で書いてあるものを挑戦したいなと思ってます。やっぱ、ね、編み図に私はすごいもう慣れちゃってるので、編み図が安心できるんですよ。だけど今後編み物の幅を広げていくと思った時に、ラベリーとかを見るとやっぱり文章のパターンが多いので、慣れていきたいなというふうに、小物でもいいから文章パターンで何か編めるようになりたいなっていうのが3つ目の目標です。で、ね、もう4つ目の目標はちょっと言うのがはばかられるんですけどね、
あの毛糸を買うときに何を編むか決めてから買うっていうのを目標にしてたんだけど、すでにちょっと買ってしまった毛糸があります。なのでもうこれは未達です。すでに未達なんですけど、ちょっとこれからはね守りたいという反省の意も込めてここで発表しておきます。はい、やっぱりね、なんかね、編み物を始めてまだ棒針だとまだね始めて1年経ったぐらいなんですけど、始めた時はもうね毛糸が全部可愛く見えちゃって、 この毛糸も欲しい、あの毛糸も欲しいっていう風にね、もう毛糸の見た目だけでいろいろ買ってたんですけど、それだとさ、やっぱりなんだろう、上級者のね方だったらあれいいのかもしれないんだけど、私は初心者なので結局のところ何を編んでいいのか分からなくなってオブジェになってるんですね。だからそれは良くないなと思って、まあ、具体的に編むものを決めてからね必要な玉数を買いたいなと思ってます。はい、なのでひとまずこの4つが今年の編み物目標。1つ目がウェアを5着完成させること、2つ目が靴下編みをマスターすること、で3つ目が文章パターンで何か作品を完成させること、で4つ目が、毛糸を買うときは編むものを決めてから買うっていうことですね。まあ、ちょっと緩くね守りながら編み物を今年も楽しんでいきたいなと思ってます。 それでね、ちょっと雑談を挟むんですけど、本当はね、私今この編んでるセーラーカラープルオーバーがね12月中に完成させたいみたいなことをいつぞやの動画で言ってたと思うんですけど、まだまだ完成してないです。本日1月20日なんですけどね。でまあね、その理由としては、私年末年始にね本当に体調を崩しまして、おそらく前回の動画では娘が熱を出したアデノウイルスになったみたいな話をしたと思うんですが、漏れなくそれがうつりまして、娘がね29日の日に熱が下がって、私29日まで仕事だったんですけどね、あの主人が娘を見ててくれて、で30日の日はもう娘もすっかり元気でね、もう29日から熱下がってるから、で私も30日から冬休みだったんで、まあ、いそいそとね家族3人であの年末年始のいる食材、お正月の準備とかをね買い出しに行ったりとかして、まあ、楽しく過ごしてたんですよ。で大晦日の日に、いやなんかちょっと私なんか調子悪いかもしれないなと思い出してですね、まあでもちょっと頭痛くて喉痛いぐらいだなぁなんてちょっと軽く考えてたんですけど、夜になったら熱がね37度ちょっと出てきて、あれこれはちょっと疲れが出たのかなぁなんて思ってたんですよ。で年が明けて1日1月1日の日にね39度6分とかぐらいまで熱が上がりまして、あもうこれ絶対うつったじゃんってなって、でね、まあ、病院もね行こうかなと思ったんだけど、まあ、絶対混んでるじゃん年末年始のさ休日診療なんて。私もしんどすぎてもう病院に行く体力もなかったの、もう寝てた方がいいくてね。だからまあちょっとうちにあるあのイブを飲んで乗り切ったんですよ。でもね3日までね熱が下がらなくて、上がったり下がったりを繰り返して本当しんどくてね、だから編み物どころじゃなかったのね正直言って。なんで本当は年末年始のお休みに完成させる予定だったんだけど、本当に何もできなくて、で
やっぱね、アデノウイルスだったんですよ、私も。で、なんでそれが分かったかっていうと、4日、3日の夕方ぐらいにはね、熱もまあ下がったって言っても37度後半ぐらいにまでになってきて、そしたらね、目が真っ赤になってきちゃって、もう涙も出てくるし、ちょっと痛いし、で朝起きるともう目やにがすごくて、目やにのせいで目が開けられないぐらいになっちゃって、で4日だったかな5日だったかな、眼科がね、かかりつけの眼科が開いたので、ちょっと行ったんですよね、慌てて。そしたら検査もしてくれて、そこでアデノウイルスですねって言われて、あーですよねみたいな感じだったんだけどね。それで目も痛いから、結局編み物もあんまりできなくて、そうなので、そんなこんなで今に至るという感じでね。それで、ね、結構ずっとね、体調良くなくて、今週頭ぐらいか、先週末ぐらいからかな、完全復活したのかな。仕事はね、行けてたんで、まあ、気合で行ってたんだけど、そう、そんなね、感じの年末年始でした。そうだから、ちょっとこれが全然ね、進まなくってさ、本当はね、もう来てたはずなのに今頃全然進んでなくて、ちょっと悲しいんだよね。で、今日がその1月20日の土曜日なんだけど、できれば今日明日で完成させたいので、月曜日にはちょっと水通しで月火ぐらいで乾かしたいのね。というのも、水曜日にちょっとお友達とね、モーニングに行く約束をしてるから、その日までにね、完成させて着ていきたいということで、今ね、もう本当にもう鬼のように袖を編んでおりますけど、間に合うかな。うん、そんな感じです。そう、それでね、あ、そうそう、それで買ったものがあるんですよ、年明けになって。で、いくつかあるので、それのお話もちょっとだけして終わろうかなと思いますが、ちょっと端っこに行くまで編みたいな。このね、今編んでる毛糸、また完成したら紹介するんですけど、真ん中のね、そのもののウールアルパカウールか、アルパカウールの波布団で編んでるんですけど、この毛糸本当にいいですよ。多分私アルパカが好きなんだろうなと思うんだけど、このぬめっとした感じがね、やっぱ何とも言えない編み心地だし、うん、とても良い。なんかね、色もね、ちょっとよく見ると色に揺らぎがあってね、暗いところと薄いところがあって、すごい可愛いの。ステイトじゃないんだけど、ちょっとこれにしてよかったなと思ってます。よいしょ、よし、はい。で、買ったものの紹介なんですけど、まずはこちらです。これは皆さん知っての通りの内藤商事のエブリデイマルチカラーツイード。私は306っていうなんかエンジ色みたいなね、色を買いました。で、ごめんなさい。これをね、5玉買いました。ちょっと、袋からまだ できてないんだけど、5玉買いました。これでね、YouTube もされてて、Instagram でも活動されてるメンマさん。
メンマさん の, あの輪張りで編む V ネックセーターを編みたくて買いました。でね、今編んでるこれがグレーなんですけど、この前にも私自分 の, あのカーディガンをグレーで編んでて、もうちょっとグレー嫌だと思ってね、もうちょっとカラフルな色も編みたいなと思って、メマさんとお揃いのねこの色にしました。かわいいね。私ネップが好きなんですよ、このちょんちょんちょんっていうね。だからあ、これいいなと思ってね、このセーラーカラープルオーバーが完成したら取り掛かりたいなと思ってます。はい、で、あとはよいしょ、じゃん、これとこれ、これはね、ちょっと開けますね。あ、出てきちゃった。そうそうそう、これパンドラハウスさんに年明けに行ったら売ってた毛糸で、このふわふわのね毛糸を、白を10玉、黒を10玉買いました。っていうのも、これ見てください。500円なんですよ。ピンボケしてるかな。えい。そう、5玉で500円。で、安っと思って。でね、30g で 160m のアクリル 80%、メリノウール 10%、ウール 10% で、トルコさんの系統なんですよ。なんかね、ふわふわしてるから袋巻けるか、袋だと分かりやすいかな、私の服が白いからね。こうふわふわしてるからね、モヘアみたいだなと思って、こうチクチクもまあ許容範囲の感じなんですよね。だからこうモヘア風になんか編んでもいいなと思って、何かと引き揃えてね、編んでもいいなと思って買いました。で、これあの皆さんご存知だと思う、みんな大好き寺井さん、楽天の寺井さんの系統みたいです。そう、でもね、これはね、何を編むかっていうのは決めてなくてね、だからさっきの目標からもう守れてないっていう感じなんですけど、まあ何か作品に10玉あればね、うん、いけるなと思うので、何か着るものに、今シーズンは無理だと思うけど、来シーズンまでには形にしたいなと思ってます。はい、よいしょよいしょ。そう、それで、なのでね、なんかこれ完成しましたっていうのは、あ、そう、これ完成しましたっていうのは、一つあって、ほら、かわいいでしょう。これは、アミモニョンズさんのカキちゃんです。YouTube でも動画、編み方の動画をね、アップされてるんですけど、これをね、この子をね、インスタで見つけて、もう絶対編みたいと思って編みました。で、その編み上がった日に牡蠣フライを食べました。この子と一緒に牡蠣を写してね。ちょっとその写真ここに載せとこうかな。ちょっとシュールでしょ？そう。かわいいよね。かわいすぎてね、ちょっと量産したくなってます。だから、ちょっと棒針に飽きた時に、この子を量産しようと思ってます。そんな感じかな。はい、 あとこれだけ見てほしい。見てください、これめっちゃ可愛くないですか、このカンカン。これあのメリーチョコレートのなんかパチパチする飴が入ってるチョコのカンカンです。これね、去年から多分あったんじゃないかな。なんかちょっとデザインとか色は変わってるんだけどね、去年見つけて可愛いなと思ったけど、もうカンカンは完売だったので、来年もし出たら買いたいと思ってて、この前娘と一緒に
スーパーのバレンタインコーナーに行ったらいっぱいあったからついつい買っちゃいました。でね、まあ至って中は普通のカンカンなんだけど、この側面のデザインも可愛いし、ね、いろんなクリームソーダというかレトロドリンクが写ってて、ちょっとピント合わんけど雰囲気だけ感じ取ってほしい。でここもね、このクリームソーダが立体になってて可愛い。まあここに編み物用品入れたり、こういうね編みぐるみちゃんとか、あとモチーフとかね入れていってもいいかなと思ってます。でもこの編みぐるみちゃんはこの前サンキューマートで買ったドラえもんちゃんのこの中に入ってもらってます。いつでも一緒にお出かけしてます。気に入りすぎてちょっと会う人に自慢しちゃう。この子かわいいよね。はい、そんな感じで相変わらずちょっとグダグダな動画だったんだけど、今年もねマイペースに、まあ、自分らしく楽しく編み物を生活の中に取り入れていきたいと思います。はい、じゃあまた次回動画を撮る頃にはこのセーターが完成しててお披露目できるといいなと思ってます。今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。